ほほ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 、おい、はい、というわけでもうお腹ペコペコ、ご飯編でございます。本日はですね、実はコミティンサンドイッチは昼食べてなくて、はい、ただ岐阜の美味しい魚をね、いただいたとこで、これバロン言ってたんだっけ、たい焼きですね、それは地産地消ですね、うん、地産地消で岐阜の美味しい魚食べたんですけども、そんな甘い魚ないからね、めっちゃうまかった。ほんで今からそれぞれね、コミティンさんは肉焼きですね、肉焼き編、そしてマウニーさんはえいスイカ割り、え、棒持ってきたのこれ拾ってきたというわけで、皆さんそれぞれの動画また見てみてください。はい、ほんで私は締めラーメンを予定しておりますので、最後の方ぜひ暗くなってから撮影開始します。では暗くなった世界でお会いしましょう。あ、そんな着替えないと、ほら虫の季節がひどくなってきたからね、めっちゃ刺されるんだよ、そういう時にこうなります。よいしょ、これで完璧、汚れてもいいし動きやすい、作業に最高。はい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 、さあ行きますよ、怖い、はい、行きます、はい、これは、はい、余分おおじゃじゃん、暗くなってきました、照明具合がよ良きですな、良き。ちょっとテントサイトが寂しいので街灯ちょっと作っとこうかの、イエス、このアイテムでちょっと照らしとかないとね、テントとかにつまずくからね。あった、私のテント、ここら辺立てとくか、これ一本あるとね、なんかここに何ありますよみたいな目印になるから、本当によき、OK、よいしょ、オッケー、これをうにゃうにゃと入れていただいて、あとはここにかけるだけで、ほらいい感じになった、今度いいかな、これちょっと光源の位置はね下げておいて、だいぶ雰囲気変わったわ、ベリグ、さあ夜ご飯、夜ご飯、いや俺も欲しいなそれ俺もなんでコミティンさんってそういういつもさ、はい、責任顔できるのカレー作って30年ですうちはこれだけでやってますから、まあ、この状況は気になる、ぜひねティンティンチャンネルにね見に行ってください、これはお願いしますこれはいいわ、ほんとただの職人なんだよね、これで食ってますからねこれはカレーですね、カレーですね、カレーですね、いいですね、はい、カリもうゴロゴロお肉、うまいっすよ、見てけよ、肉超うまいぞ、うまい、ほんと、うわ食べ応えある肉、コミティンの味、これをもうあったかいうちに混ぜたらいいんじゃないですか、まあ俺ミルキーはママの味がいいよミルキーはママの味覚えてるかな、みんなペコちゃんがね、いて、ほらこれがね、中にね、イチゴみたいなの入ってた気がするんだけど、うまっ、そのまんまがうまい、ガチうまっ、びっくりした、自分にチョコ吹いてる、うんうん、欲しなった、入れてみてくださいもうないもんお母さん、ミルキー一粒入れて混ぜて食ってみてください、欲しいんだと、そのまま食うてない、さっきからそのまま食ってんの、入ると、え、うまい、2ミルキー、2ミルキー、甘いじゃん、まだまだ3ミルキー、でも今口の中もミルキーだよ、うち次はミルキーを入れて、うまい、うまい、うん、思った以上にまろやかになった、3つも入れたもん、うん、ミルキー食べ過ぎて殺されたかと思ったけどさ、意外にまだ生きてるわ、うまい、うまうまっ、乾杯だ、そうだね、キューピー忘れたね、せーの、乾杯、乾杯、美味しそうにお茶飲むな、じゃあ、美味しいお肉を食べよう、半額の美味しいお肉を食べよう、半額の400円ぐらいだっけ、1400円の半額、うわーすごい、安いぜ、700円でこの方だぜ、安いぜ、あ、ほんでこれこの辺のコーナーではこちらの、ね、梅肉がね、はい、うん、なりますので、モンハンでやるような肉ですね、はい、ぜひうまく焼いてください、これ、はい、さん、これ手で持って食べるみたいなんで、もちろん楽しみ、1キロ食べるんで、イエス、さて焼けてきたけど、みんな熱くて手が出せない、木バサミ全員忘れた、革手袋、これで安心、鉢超つかみきっくい、軍手が一番、軍手が確かに軍手は燃えるからね、ねえ、
水で湿らせてあるんだよ。いただきます。焼きすぎ。みんな熱くて手出せんかったから。いや、皮って便利、本当に。やばい、手がおぼつかん。そっか、うまうま。うまうま。しょっぱいもん食べてからのビール。そうそう、うまいなよ。うまうま。えてるかい、カメになってるで。もうえてるかい。ごちそうしも。いや、肉うます。ちんさん、ちょっと食べていい？あ、どうぞどうぞどうぞ。人の金で食べる肉は。もう、わしゃ捨てんぞ。そろそろ料理すっか。さあ、というわけで本日の締めのラーメンいきます。ちょっともうやりたくて仕方なかったんだけど、ロゴスのこのちょっと分厚めのやつで鍋が作れると。え、そうなんですか？またまたカズさん、鍋が作れるということで、ちょっと鍋を成形しながらね、行ってみたいと思います。一重でいいのかな。あ、簡易容器もできる。なるほどね。20ぐらいじゃないとダメなような気がしませんか。まあ大丈夫ですよ。本当ですか？はい、じゃあちょっと作ってみましょう。本当使い勝手がいいですからね、これ1個持っとけば。まず、これ高いからね。スイカ割りの土台にもなってましたね。うん、スイカ割りで200円分ぐらい使ったからね。このキラキラした方が外側かな、はい、いざ成形タイム、レッツラゴー。容器できたんで。容器できたぞ。こちらに、やっていこうと思います。はい、まず確認ですけど、はい、ラーメン作るんですよね。はい、大丈夫ですかそれ。質的なもんとかいろいろ不安要素、要素がすごい。ちょっと待ってね、今収録外で成形するから。収録外で、ね、いきますね。これ穴開いたらもちろんもうバーベキューできなくなるんで、消火なるんでね、安心と安全。いきますよ。消火も兼ねてるわけですね。そうですね、消火は兼ねないでください。はい、まずちょっとこれで軽い沸騰までね、ゆっくり待ちましょう。水がもったいないぞ。ちょっと待って、もう出てるで。少し水が少し取れてるで。水がもったいないぞ。こうちゃんと綺麗に取ってやろう。かっこいいからといって丸くしなくてもいいね。丸くしない方がいい。あ、なるほど。うん、何回もぐちゃぐちゃ折って結果、はい、良くないことが起きた。大丈夫だよね。はい、次中聞こえないよね。そうですね。ちょっとコミフレームお願いします。気合入ってないっす、こいつ。コミフレーム、コミフレーム、コミフレーム、コミフレーム。あ、スーツ行ってきた。でもさあ、ただこれでみんな真似してロゴスのやつ使って鍋するかが問題だ。改めてみんなしなくなるかな。俺の方がもうちょっとうまく作れるっていうのがあるかもしれない、ね、うまく作れる人は絶対便利だから。これこうやって作ってっていう、絶対便利だから。全然沸騰しない案件。これ蒸気が出るときは温度が下がるときだから、これで蒸気を逃さないようにすれば沸騰する、間違いない。なあ、マグリーさん。はい、本日は岐阜みたいなもんや、熊本の乾麺。では入ります。いってらっしゃい。気持ちいいよ、風呂。ぬるくはないと思うんだけどね。ぬるくはないよ、指入らないぐらい熱いから。湯気一瞬で消えた。でしばらくしてお会いします。燻製煮卵を横で温めとくと、ね、はい、炭が強すぎるとね焦げちゃいますから、ちょうどいいんでねえかと。面白い形してます。いいですね、いいですね。キュッ、行くでみんな。はい、できたのね。はい、クマさん、クマさん。はいはい、オッケー。クマさん、はい、混ぜます。クマさん、クマして。あ、いい香り。ねえ、うまそうな匂い。はい、調味料油半。オッケー。あ、しよしよし。はい、というわけで出来上がりでございます。ちょっともう、はい、それでは皆さんもう入れちゃって、自分の分、ね、入れちゃってください。麺を取り分ける。あー、すごいすごい、どんどん米汁が。九州育ちやでね、やっぱラーメンは。そうか、生まれが九州で育ちは岐阜です。はいはい、からの煮卵作ってそのまま入れちゃってください。あー、はいはいはい。あー、ありがとうございます。はいはいはい、あらららら、はいはいはい、焦げ玉ね。ほんで、ラストは
ネギメンマ。ネギをね、皆さんちょっと散らしていきますね。いいですね、ネギもやっぱり丁寧にね、多めに。お箸で入れていくという。皆さんはネギダクで、ネギダク。ネギダク。私もダクダク。よろしくどうぞ。あっす。あーは、ありがとうございます。メンマ。そしてメンマ。締めのメンマ。締めんま。締めんま。メンマね、僕大好きですからね。皆さんどれぐらい？メンマ。いっぱいメンマ。このメンマすごいいい匂いする。ね、待って、普通にいただきます。いただきます。うまっ。うんうん、ただうまい。天才じゃん、すげえ。やっぱ締めラーメンだわ、これ、うん、これはいいな。あのアルミ箔の容器がなかったらね、できなかったね。できなかった。これはあれはやっぱテクニックあったね。諦めなくてよかったですね。うん、あ、今回大成功だったね。大成功だ。マウギのスイカ、コメチンの丸ごと肉、なんならカレーまで作って。そうだよ、量が良かったですね、今回。量全部いいですね。そうですね、ちょっと成長しました。うん、ほんで今回概要欄の方にね、皆さんのお料理、マウギはお料理なのかわかんないけど、わかんないぜひチェックしてください。というわけで、では次は2080円の店頭おねんね編でお会いしましょう。バイバイ。